皆さんこんにちは。ドラゴンクエストシリーズでおなじみ勇者だ、パルプンテ勇者さん、はじめまして。はい、今日はね、質問コーナーやっていこうかなって思うんで、僕の質問に答えてくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。なるほどね。まあ、極力 NG なしでどんな質問でも答えていこうかなと思ってるよ。それは嬉しいですね。まず一つ目の質問として、なんで YouTube この度始めることになったんですかね。それ詳しくお願いします。はい、お願いします。まあそうだね、お金に困っていて、そうだね、その金策に行き詰まって、どうやら最近 YouTube が稼げるといった噂を耳にしたから、まあ YouTube で金策しようかなと。金策ですか。あ、なるほど。二つ目の質問として、ゆうちゃさんはゲーム内で喋んないと思うんですけど、なんでゲーム内では喋んないんですか。これ気になったんですけど。いい質問するね。ドラゴンクエストの勇者たちが集まって、堀井さんを中心にする会議っていうのがあるんだけど、その会議で多数決が行われたんだ。そのゲームで喋るか喋らないかっていう、その多数決で喋らない方がいいっていう多数派が多くて、喋らないことになったね。そんな会議があったんですね。ゆうちゃさん、魔法使えると思うんですけど、実生活で一番使える魔法って何なんですか？それもよく聞かれるんだよね。まあ大体みんなルーラだろって思ってないか。それまた違うんだよな。ルーラって、そのゲームしてて分かる通り、村や町や城にしか飛べなくて、例えば、何々大学とかには飛べないんだ。だから、実生活で、例えば〇〇の家に飛ぶとか、なんてことはできない。町や村にしか飛べないんだよね。だから、まあ一番使いやすいのは、ピオリムかな。パルプンテ。この度 YouTube チャンネルに出演することが決定したと思うんですけど、YouTube でなんかこれからしていきたいことってあるんですか？なるほどね。川田、お前はよくゲーム配信をしているだろう。まあそうですね。だから僕も、まあ時折ゲーム配信をしたり、まあ僕は冒険の方で忙しいから、基本動画に出るスタイルになるかな。まあ動画で、まあしてきたことはいっぱいあるよ。モッパンをはじめとする大食いだったり、まあこういった質問コーナーだったり、まあ僕にできることは何でもやっていこうかなと思っている。ズバリなんですが、勇者さんの今の将来の夢とかってあるんですか？よければお願いします。これまた難しい質問。君いいね、君センスあるね。まあそうだな、まあ僕の夢、まあみんなも知っての通り、大魔王ゾーマを倒すことが僕の夢、目的ではあるんだが、それは僕の人生における目標であって、今の目標は YouTube でチャンネル登録者1万人超えることかな。全く関係ない話にはなるんですが、好きな女性芸能人とかっているんですか？長野メイ。勇者さんの今のレベルとかって良ければいいんですか？教えていただいて。今のレベルは14だ。ちょうど鋼の剣が買えなくて困っているところ。勇者さんのモーニングルーティーンとかってすごい気になるんですけど、どういう風なルーティーンで過ごしているんですかね？そうだね、それもそのうち動画にしようと思っている。みんなが気になるんであればね、どうかなと思ってるよ。勇者さんがよく聞く音楽とかってあるんですか？そうだね、よく冒険中音楽聞いたりするよ。例えばドラクエ、僕のお気に入りはドラクエ5の戦闘曲かな。戦闘 BGM かな。あれは秀逸だね。先ほどお金がないとおっしゃっていたんですが、今の所持金って何ゴールドぐらいになるんですかね？689ゴールドだ。最後にスクエアエニックスに何か言いたいことがあれば
お願いします。ではどうぞ。おい、スクエニー、おい、おい、スクエニー、ドラゴンクエスト12の情報を出せ。吉田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。うん、じゃあまた動画でよろしくお願いします。はい、うん、そうだね。あ、じゃあ今日だ、また OK です。吉田さん、じゃあまた、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやー、すごかったな。